から行ってこういう裏取りの、こういう裏取りの、あ、こういう裏取りの仕方、お前美味しいねー。ガマの前の皆さん、コリチョコリチョです。ということで、シーズン1、ついに到来しました。やったぜ、やったぜ、盛り上がってきたぜ。まあ、バトルパスだったりが当然実装されていますね。一応、皆さんが気になっているであろう、Mac 10はティア15。で、グローザに関してはティア30かな。うん。で、まあ、誰でも無料で手に入るっていう形になってます。で、まあ、ティア100までで、いろいろ武器のバリアントだったりだとか、あと BGM。こうやって80年代ヒップホップとか、なんかそういう BGM 要素も今回は追加されてるね。こういうかっこいい AK のバリアントだったりだとか、あと、はまあ、キャラクターとか武器のバリアントがメインになってくるのかな。じゃあ95でこちら、Mac 10の方のバリアントで、100になるとグローザのバリアントと、あとキャラクターの、まあ、レジェンドバリアントっていう形になるね。そしてまあストアも当然追加されました。でまあ以前も紹介した通りなんですけれども、やっぱり、BOCW はあくまでシーズン1なんだけれども、 MW だったりウォーゾーンからしたらもうシーズン7とか6ぐらいに当たるので、やっぱ登場するスキンとかが派手なんだよね。見てよこれとか、シーズン1とは思えなくない。まあ、こんな感じでド派手なスキンがシーズン1から登場してくれるということなんで、やっぱりこの辺はこう引き継ぎの良さというか、こうウォーゾーンだったり MW と統合があったからこその良さなのかなという気がしますね。俺が一番気になってるあの黄色のさ、ライダーのお姉ちゃん、ライダーチャンネルがまだちょっとストアに並んでないから、ちょっとあれが出たら速攻で買うわ。ということで、じゃあ今回はとりあえずグローザちょっと早速使いたいんで、ここまでバトルパス解放しちゃいますわ。さあ、ということでグローザですね。いや、かっこいいね。やっぱりこの見た目結構俺好きなんだよね。で、まあ一応ね、性能の方見ていこうかなというふうに思います。まあ R2 で詳細の方の設定を見ていくとこんな感じですね。ダメージが34なんで、一応5発キルって形になるのかな。で、連射速度が 750rpm ということで、連射速度はかなり速い方なんじゃないかなという気がします。まあファマスが900だったかな、確か。で、 AK が600なんで、ちょうどその中間の、まあ比較的早めなレートになってるんじゃないかなっていう気がします。で、垂直反動375の水平反動が130ジュールということなので、垂直反動はファマスとほぼ同じかな。ただ横ブレに関しては50ジュールほどファマスより少ないっていう感じの性能になってるかなというふうに思います。で、ただ個人的にこの銃めっちゃ可能性感じるところが一つあって、エイム速度が266ミリ秒なんですよ。これ AK だったりファーマスだったりクリグだったりみんな300ミリ秒なんだけど、34ミリ秒早いんだよね多分。なのでまあかなりこう近距離はより SMG に近いというか、かなり火力を発揮する銃になるんじゃないかなってパッと見た感じだと、そういう印象を受けますね。まあ何か、まあ、やべ、興奮してきちゃった。まあ何はともあれ、最初はノンアタでちょっと、公開待ちで使っていこうかなというふうに思います。さあ、ということで使っていきましょう。ノンアタというのは大嘘です。何戦か使って。あと、ま、レベル1ぐらいのアタッチメントなんで、ノンアタとほぼ変わらないんですけども、アタッチメント解放してしまいました。使っていきますわよ、グローザちゃん。何戦か使ってみた印象だと、まあ、アイアンサイトがとりあえずクッソ見やすくて、アイアンサイトがクッソ見やすくて、で、それでいて基本的には、よいしょ。ファマスとキャラクターが似てるかなっていう印象は受けたかな。すまんね。おー、なんだなんだ。味方と被って。ありがとうございます。こんな感じで、まあ、レートが高くて威力も普通にあるわよっていう感じの銃なんだけど、やっぱキャラクターが若干ファマスと被るかな感はあるので、そこの差別化はちょっと難しいかもしれないね。ただまあ普通にノンアタで使ってても強い。間違いなくね。それは間違いないと思いますね。大丈夫か。ここにもおるな。よいしょ、逃げまーす。なんか裏におったぞ。ほんで、あぶね、リス変わってて上にもいる。で、弾がないね。7、あ、なんか目の前に補給ボタン押させて、え、なんで押せない。え、オッケー、目の前に補給させてもろて、あぶね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 。今のは、あー、待って、弾があれば勝ってた。今のは実質 SMG なんで、ああいう戦いは強いですといった感じですね。上つけられてるよそれ。大丈夫ですか。任せてくれ。で、逆から来るねそれ。援護したいけど間に合うかな。セムテックス投げて、当たってはいる。で、入り口にいる。そこか。ちょっとこれ俺一人で行くのは分が悪いわね。一回引くわ。が引かせていただいて、まあ、15秒なんで残り、まあ、捨てて次っぽでも全然いいって感じだからな。むしろここで、むしろここで角回ちをすべきまである。いい、 OK。ただまあ見た目がやっぱグロザクソかっこいいよね。まだあのファーマスとは本当に差別化が難しいというか、これはかなり好みで分かれるかもしれんな、使うのは。さて、じゃあ次の拠点行きましょうか。
おお、そっち来るな、予想外だったわ。それめちゃめちゃ、あ、そっちから勘弁して。ちょっとさすがにちょっと一人で崩せるような場所じゃねえから、これ回ってくか俺だけ。リス狩りの意味合いを込めさせていただいてね、込めさせていただいて引きますわ。込めさせていただいて引いて1回引いて、これで味方をカバーしましょう。まだ0秒です。気持ちいいですね。はいはいはい、まあ、これでだいぶはいと、まあ、地点の上は一掃できたんで、かなり乗りやすいんでねとは思うけど、バレてんな、バレてるので、ここはあえてのこれですわ。あえてのワッツ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 、いやまた使えないやないかーい。さっきから俺ウォーマシン起動するたんびに死んでるんだが、今度こそ使えるやろ、使わせてくれや。ナイスカバーや。今度こそ使えるやろ、ここならな。ここだったらだいぶ、だいぶ味方のカバーができる位置だと思うんですけども。オッケーオッケー、大丈夫かしら。かなり味方がでも地点の上でキルできてるね、素晴らしいね。じゃあちょっと前出ちゃおうか。オッケー、もう一人大丈夫か、倒せるか。オッケーオッケーオッケー、倒せました。まだこっちからおるんかい、焦らせんなマジで。でこれ使って忍者でも撃つようになったんでね、忍者でも撃つようになったんででかいっすよ。こんにちは、こんにちは。オッケー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 、悪くない悪くない。この辺はちゃんと覚えておく必要がありますね。で逆から空いてる、もしかしてだけど。で今この上の人死んだんだ、とりあえずこっち側行った方が良さそうだな。ワイはとりあえずあの人倒して、拠点の上いますわね。エイムが悪い、エイムがどえらい悪かった。オッケー、とりあえずワツ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 、どういう状況よ。とりあえずあれですね、ハープだっけ、名前忘れちゃったけど出ましたね。ハープさえ出ちまえば、まあ点差なんてのは関係ない、合ってないようなものよ。めちゃめちゃロケランチャレンジしとるやないかーい。あ、さよなら。さすがに乗ってらんないんで一回逃げて、ありがとうございます。 L 字取られてんのそれ、大丈夫。ここで俺もあえて前出ちゃうってのはどうですかね。あえて前に出ちゃうと。 OK、 いい。さてまあ7秒にしか俺は地点に乗ってませんが、ただ貢献はかなりできてるんじゃないですかこれ。下行ったか、ナイスナイス、来たな今。飛んでいたけど飛んでったね。このタイミングでこれ座っちゃおうか、ペイッと。これでイスポンがみんなわかるよ。なんでなんでなんで、映らないやついるのかこれ。ゴーストつけてるとあれか、予想以上に映らないんやな。初シリーなんか踏んでるな。あえて俺こっちから行こうか、これはあえてこっちから行って、こういう裏取りの、こういう裏取りの、あ、こういう裏取りの仕方や、お前おいしいねー。ああいう裏取りの仕方して、でここは外拠点なんで、ラララ空を越えて、その1枚は中入っちゃったか。まあじゃあこの人を行かせていただいてと、これはもう速攻でこれで壊れますと。 OK、 で俺は下から行くか、方向的に私はこちらから行った方が多分味方のためになりそう。1枚2枚で1枚倒して、俺が注意引きつけてる間にそっちからアプローチ聞くとありがたいわよと思ったけど、偵察機出されてナイスカバー。まだこっち来そうだけど、 OKOK、 いいっすね。まあ、いやファマスとキャラクターが確かに被るんだけど、被るとはいえだよな、かぶるとはいえ強い、間違いなく。で5秒なんでもう引きまーす、引きましょう引きましょう、もう5秒です皆さん任せて。 OK、 でマズルフラッシュがね、なんかでかい感は感じるかな、それは感じるな。ブレがでかいっていうよりかは、なんか俺のイメージマズルフラッシュがでかく感じるかなって気がする。いやそっちか。さあなんかふざけてキルばっかしてたら、点数差がまずいことになってることにようやく気づいたんで、ただ肝心のスコアストリークがもうない。ナイス爆撃と思ったら敵のでした。
ああ、俺にも当たるんかーい。いいね。まあ、GG の方が楽しいから。これがね、動画の作り方ってやつですよ。味方からしたらたまったもんじゃねえな。とりあえず、そこのをいい加減倒させていただいて、こっちからアプローチかけに行っちゃおっか。ナイス？ナイス？オッケー。で、次の拠点ですよと。まあ、この拠点はさっき味方もめっちゃ乗れてたし、よいしょ。割と抑えやすい場所だとは思うので、ここ砲撃通るかな？なんかすれ違ってるぞ、少年。オッケー。砲撃通りそう。通ったけど生きてる。通ったけど生きてるけど死んだ。ナイスカバナイスカバ。でけえでけえでけえ。で、オーマシンも溜まっていく。またここで溜まるんだね。なんか2周目も同じタイミングで溜まってら。おめえ、おー、危ない危ない。わあ、奇跡の反応。ナイス反応だね、我ながらね。ここでお待ちしてようか。ここでお待ちしてよ。皆さんのことをね。こんにちは。大間でガン決まりリスキルさせていただくよ。顔出して。顔出して。どんどん顔出しちゃって。じゃあ前出ちゃうよ、私。前出ちゃうからね。あ、端っこにいるくない？ホーチか。オッケー。まあ、ホーチは相手にしないのが一番よ。さて、一掃してまた奥脇か、これ。いや、逆だ。逆脇になったわ。あるあるっすね。これ、拠点が変わった瞬間に、前出すぎてると、まあ、こうなるっていう。あるある。逆ブーツはやめろ。オッケー。ナイススモークだね。俺があんまりにも拠点に乗らない。で、キルチューしてるから。味方がスモークを焚くっていう。素晴らしいテクニカルなことをしてくれるようになったわ。どっちだ？上か？あ、橋上ね。オッケー。おいで。オッケー。まだいんのか。任せろ。オッケー。巡航出て、まだ走れおるな。まあ、下に来てから俺が迎撃するっていう。ナイスキル。感覚でいいと思いますね。で、ここ入っちゃいます。OK。で、ミサイル使いましょう。ラララソーラーオコーエテンテケテンテンテン。決めに決めた。OK。いいっすね。これで勝ったかな。オーケー。あれまだか。オーケー。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、普通に強いのは間違いないかなというふうには思います。ただまあ、ファマスがね、今回のアップデートで、まあ、強化が入ったわけじゃないですか。横ブレが減って射程距離が伸びたので、キャラクターとしては被るかなっていうか、まあ、そもそもファマスが抑えることさえできれば、まあ、もともとね、前世紀だった頃を考えると最強なんで、そもそも性能的には。なんでまあ、その辺との競合にはなるとかと思うんですけれども、まあ、かなり強い銃にはなってるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さんもレベル上げてみてください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。コレツナでした。お疲れ様です。おーつーぽん。